ハローワールド、メジャー YouTuber、オパキューです。Today は、秀岳館高校野球部の名言集。はい、これは、学校や部活、会社、まあ、組織でしか通じない言葉ってあると思います。はい、それの、秀岳館高校野球部バージョン。あくまでこれも、オパキュー世代の言葉集ですね。名言集です。じゃあまず、こちらの言葉たちを一つずつ説明していきますんで、じゃあまず一番上のこれから、じゃん、バミル。バミルは、一番当たり前のように使われてた言葉ですね。今もこれ、残っとるんじゃないかな。まあ、意味としては、汗ばむ。例えば、学校の授業中、オフィスワークしてる時に、汗をかいてきますね。お尻とか、ずっと座ってると。そしたら、やべ、ケツバミってきた。まあこんな感じっすわ。で、あと、めっちゃバミっとるやん、みたいな。ほら、ベーティーってこう、汗が染みるやつがあるじゃないですか。そういうのを見ると、バリバミっとやんって。まあこんな感じで、バミってきたとか、簡単な感じで使いやすい言葉なんで、皆さんもぜひ使ってください。これなかなか使いやすいんじゃないかなと思います。バミル。結構好きっすわ。じゃあ続きまして、フィジル。はい、これは、フィジカルの略。まあよく使われるのが、なんか例えば順番を抜かす。順番を抜かしたりすると、フィジンナって言ってました。あとは、ランニングメニューの競争。インコーナーを攻めるときに、グッグッって、フィジンナ、フィジンナみたいな。そんな感じの意味ですね。フィジル。次の言葉。ダノル。これは、サボるっていう意味ですね。まあ、使い方としても、なんサボっとうてやとか、サボんなよ、みたいな。ダノんなよ。なんダノっとうてや、みたいな。もうほぼ一緒です。もう陰もしっかり踏めてるんでね。サボるとダノる。ね。まあ、これも使いやすいと思います。じゃあ次。ゆっくる。これは、ゆっくりするの略。ゆっくるです。以上です。続きまして、これ。いやずら。いやずらめっちゃ言ったな。先輩からめんどくさいこと言われると、ちょっとだるい顔になるじゃないですか。一瞬。ね。少しでも。は?いやずら?みたいな。あくまで僕らの世代だったんで、今は多分もうないと思います、そういうのは。いやずらって言葉あるかもしれないです。結構これは、まあ、冗談半分で使われるような言葉が多かったです。じゃあ続きまして、しこる。下ネタじゃないよ。俺下ネタ言わんけんね。これはね、まあ、熊本弁になるのかな?かっこつけんなって意味なんですよ。かっこつけんなとか調子乗んなみたいな。ちょっとびっくりしましたね。はい、続きまして、ダミケン。ダミー検査の略。この何のダミーかっていうと、寮生だったんで、点呼の時に携帯回収があるんですよ。前使ってた携帯とかを出すんですよ。抜き打ちで、こう、ダミケンがあるんですよね。やっぱアウトの選手がいるんですけど、そういう選手は、高校から前出しをずっとしたりとか、しばらく携帯使えなかったりとか、なぜ携帯回収をするか。睡眠時間の問題ですね。ま、ほんと夜中までいじっちゃうじゃないですか、高校生とかって。夜触っちゃうと、眠れなくなるんですよ。睡眠の質がガクッと落ちてしまうんで、今思えば、すごいいいことをしてくれたなって思います。ほんと毎日ある練習に耐えれないっていうか、回復が追いつかなかったんじゃないかなと思っております。はい、次。午後オフ疑惑。午後オフっていうのは、午前中練習して、午後はオフ。いっぱい流れるんですよ。今日午後オフ疑惑って。なんとか疑惑ってすぐ流れるんですよ。午後オフ疑惑ってのは、しょっちゅう流れてました。明日午後オフ疑惑。はい、で、次。打たれ筋。これは、簡単に言うと、ついた筋肉です。はい。はい、じゃあ次。やったクリハン。やらかした選手。さっき言ったそのダミケンに引っかかった選手とか、眉毛を取った選手とか、やらかした選手がこう集まることを、やったくりはんって言うんですよ。やったくり。やったくった。で、そのやったくりはんは、だいたいその高校間前ダッシュやったり、素振りをめちゃくちゃしたりみたいな。じゃあね、あと練習の手伝い。それがやったくりはんでしたね。次これ。チャーハン。大盛りの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 大盛り。まあちょっと誇張したってのもあるんですけど、中学の前に、ケンちゃんっていう中華料理屋さんがあるんですけど、まあ食べてましたね。でもめちゃくちゃ美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しい。で、最後。ボス。これは監督のことです。ボスっていう言葉がよく似合うような風貌で、スーツ姿がほんとボスって感じなんですよ。ちょっとね、見た目は怖いんですけど、すごく人間味のある方で、まあ、僕が初めてこういう人になりたいなって思った方が、今の久喜田監督、ボスになります。ほんと生徒とずっと一緒に寮生活もしてますし、あまりプライベートがない中でずっと僕らに向き合ってくれてる。僕も卒業して8年ぐらい経つんですけれど、やっぱりお体の方も気をつけていただきたいっていうところもありますし、
今秀岳館高校野球部の選手たちは久木田監督を僕らできなかった甲子園へ連れて行ってあげれるような活躍をしてほしいです。これからもお体にお気をつけてお過ごしください。今後の活躍も楽しみにしております。で、これをご覧の皆様も秀岳館高校野球部の応援もよろしくお願いいたします。おぱぱおぱぱおぱぱおぱきゅうおぱおぱおぱきゅうきゅうきゅうののの きゅうおぱぱおぱぱおぱぱおぱきゅうおぱおぱおぱきゅうきゅうきゅうののの きゅういいさこのくらいでいいさやらなくてもこれからさ何曜日でもシャララララララシャララララオパキューシャララララシャラオパキューシャララララララシャララララオパキューすぐにお腹鳴るシャララララララシャララララオパキューシャララララシャラオパキューシャララララララシャララララオパキューすぐに眠くなる。チャンネル登録でオパと握手。